これでやっとラクーナの秘伝書を奴らの手から奪い返すことができたってことだ。デアボリック5の連中、ローリー、マグショット、ミズ・ルビー、パンダ・キング、そしてクロック・ベルク。戦いは楽じゃなかったが、やっと秘伝書が本来の持ち主の手に戻ってきたってわけだな。もちろんここまで来れたのは頼れる仲間たちがいたからこそだ。二人とも大変だったろう。本当に感謝してるよ。マーレ、初めのうちは無理して強がってたくせに、なんだかいつの間にか結構いい根性を見せるようになっちまったもんな。そしてベントレ、彼の頭脳とナビゲーションがなかったら多分俺は最初のボスも倒せてなかったろう。信頼できる仲間がいてくれる、ありがたい話さ。もちろんこの可愛い子ちゃんのことも忘れちゃいけねえよな。もっと仲良しになりたかったんだけど、俺たちはまた追われる側と追う側に逆戻りってわけだ。と思ったら彼女本気であの約束を守ろうとしているらしい。俺に10秒の猶予をくれるみたいだ。8 7 6 5 4 3 2 1。ゼロ。あの野郎。いや正直ちょっともったいないとも思ったんだけどさ。でもな、またカルマリータとは近いうちに会えそうな気がするんだ。